お願いします。うん、まずその、はい、まあ僕なりに思うのは、そのスーザン・フォワードさんでも、うん、ダン・ニューハウスさんでも、その結局その被害者のために、被害者を助けるために本を書いてることは確かだよね。はい、だけどなぜか、うん、加害者でもあるということを2人とも書いてる。僕はまあ当然そっちじゃないと心が動かないんだろうなと、読んだ人のね、うん、うん、もう凍ってしまってる、固まってしまってるから、だからとりあえずかわいそうだけど心を動かしてもらって、そっからだなっていうふうに多分思っただろうし、僕もそれをずっと昔から思ってたから、はい、どこ屋の話とかどこ夫とかの話はあんまりしたくなかったよね。いや実はこの被害、うん、この木金土日、うん、今日まで何回か凍りかけたんです、また、うん、でも、ね、そこ、そうそう、その被害者かより加害者の方で、わかる、うんうん、だからね、あの、うん、被害者が自分の人生を取り戻して、うん、そして幸せになる、うん、僕はいくらでもできると思うんだよね、うん、そのためにはね、あの、僕も経験しているし、まあ多分スーザン・フォワードさんもダン・ニューハウスさんもそのカウンセリングの中で経験したのかなっていう想像からすると、まあかわいそうだけど、その加害者意識というものを、あの、これね、持ち続けたら間違いなんだわ。自分の行動の、ね、自分の心の書き換えの、人生の書き換えの動機にしてもらいたいんやね。スタート。うん。それは言っとくけど、あくまでもスタートなんよ。あなたが加害者であるということがね、問題というよりは、あなたが被害者であるということがあくまでも問題なんよ。うん。で、今まで加害者意識を持つまで、あなたがね、自分が被害者だという意識をなかなか持てなかった。ね、でもそれが加害者だっていうことで、まあ被害者意識を持つまではいかなかったけど、本気で変わろう、これはもう今日変わらないといけないってね、僕は会った時に、今日どうしたのって言ったら、もう本気で今日変えようと思っていて、僕が今日一日で変わるのは無理だけどねって言ったじゃない、笑いながら、はい、うん、でもあれはすごく貴重なことでね、あの、多分今までで一番本気に思ったんだよね。うん、だから人間がやっぱり人、ね、人って自分だよね、自分の人生変えようと思ったら、やっぱり被害者って加害者意識っていうのを持たなきゃいけないんだなっていうね、うん、でもその時に絶対にこれから忘れちゃいけないのは、忘れてはいけないことね、はい、自分はもちろん加害者である可能性が高い、それは事実、でもそれをね、まあもちろんやめたいという欲求も一番高いんでしょう。やめるためには、自分の願いを叶えるためには、でもちろん人間って真面目であればあるほど、いい子であればあるほど、いい人であればあるほど、あの、自分が被害を受けている人生を立て直すより、自分が加害、人に被害を与えてる人生を、あの、立て直そうという方が、あの、当たり前だって思うのは道理だと思うのよ、うん、だけど実際にね、何のために自分は変わるのかっていう時に、加害者を辞めるためではダメだよ、被害者を辞めるため、わかる？あなたは自分が加害者という認知によって、この2週間から3週間ぐらい苦しんでたんだと思うよ。うん、それは間違いだね。
分かるよね、うん、加害者になってしまった、あなた加害者なんだになったんじゃない、僕が教えたのは加害者になってしまったって教えたんだよ、うん、うん、加害者なんだは間違いだよ、はい、あなたは加害者にされてしまった人だよ、うん、加害者にされてしまった人、うん、加害者になった人じゃないよ、はい、これ大事だよ、うん、ね、自分の心を、固まった心を動かすためにはその勘違いは有効だったと思う、うん、ある意味若干勘違いしそうな風にカウンセリングをしたことは確かやわ、うん、僕がね、うん、なぜかというとこれを明確に説明すると元の目阿弥で、うん、あなたは心が動かないんよ、うん、言ってることわかる、うん、まあできればこういう手は使いたくなかったんやけど、うん、まあ心が動かないとあなたの願いが叶わないから、うん、ね、まあ心が一旦動いたんで、まあ家帰って泊まったとしても、まああの言霊みたいなものをまたね、うん、決めてそれを唱えれば、はい、まあちょっと正常に戻るっていう風な仕組みを使えばいいんで、うん、うんうん、まあこれ音声そのまんまでいいよね、加害者であることは確かだと思うわ、うんうん、もう思うというかもう確かだわ、うん、うん、人間って誰でも加害者なんよ、うん、僕もね、うん、うん、だけど被害を大きく受けてる人は大きく被害を与えてる可能性が非常に高いじゃん、だからみんな加害者ですよって言ったらじゃあえっかじゃないよね、うん、うん、ものすごい被害を与えられてる人って、うん、まあ多分知らないうちにかなりの被害を多分与えてるはずなんよね、うん、だって分かんないんだもんだって、うん、悪気がないんだから、うん、そうだよね、うん、そこに当然あなたの心はまず向くのよ、うん、うわ、いや、うん、そしたらそれを無理やり誰がしたいんやって自分に問いかけて、はい、わかる、うん、母親と父親のせいでじゃなくて、うん、自分が苦しくなるじゃん、はい、わかる、うん、そこまではスムーズじゃん、はい、うわ私加害者やったんや、何やったんやろ、わからん、全部かな、うん、あれもかなこれもかな、苦しい、しんどい、でその時に言霊を使う、誰が私をこうしたんだって、わかる、誰が私をこうしたんだっていう苦しくなった時の言霊、はい、それが誰が私をこうしたんだなんやで、はい、もう誰が私をこうしたんだっていう言霊をあなたが何かどっかに書いてて、はい、それを見るなり読むなりすることさえできればあなたは多分加害者意識から被害者意識に戻ることはできると思う、はい、分かるよね、だからあなたがなかなかその自分の人生を変えれなかったのは、うん、まあ被害者だと気づかなかったこと、うん、そして被害者だと気づいても思えなかったこと、うん、そして事実が観察して認知できたとしても思いたくなかったということ、そしてその次はもう加害者だという、だってあなたそのスーザン・フォワードさんとダン・ニューハースさんの本なんかも遠の昔に読んでるわけだからさ、そうだよね、僕が紹介する前からあなた読んでるわけだから、もうあなたの中には脳の中にはもう自分が加害者だっていう認識は、あの毒親のカウンセリングを始める前から多分もうついてると思うよ、子供がいなくても、うん、だってあの本読んだ時に、はい、私も誰かに被害与えてるかもしれないって、あの誰でも思うよね、うんうんうん、分かるよね、うん、うわこの本しんどい本やわってね、うんうん、そうでしょ、だから自分が加害者っていうのはやっぱり恐怖だったんだと思うよね、うん、うん、そして僕から、うん、まあ、きっとそうなんじゃない、うん、それが自然だよねって、うん、いいことじゃないけど、うん、そしたらもうものすごい恐怖心、うん、うん、怒りが消えたんよ、怒りが消えたらダメなんよ、うん、
怒りを勇気に変えないといけないんで、恐怖は勇気に変わらないんやわ、わかる？だからね、あの前半の30分の話聞いてると、あなたが心の中で親に文句言ったり喧嘩してるだけなんよね、うん、冷静にちゃんと分析できてないのよ、わかる？うん、あれじゃあ、あなたずっと苦しいよ。一人でいる時は、あの被害者意識がなくなった時はあなた加害者として生きてるんよ、うん、そして被害者を受けた時は今度は被害者意識が出てくるんよ、うん、ね、あなたいつ心が休まるの、うん、そうだよね、うん、だから僕はカウンセラーね、深田静香として24時間生きなさい、あの言葉今こそ思い出さなきゃいけないよ、はい、あなた家にいる時カウンセラー深田静香として生きてますか、生きてませんよね。あなたが今日30分話した中に、カウンセラーの私としてはとか、カウンセラーの私として私を見るならこうだねとか、途中でカウンセラーだっていうこと、あこれいい経験だっていうことを思い出して、ね、あ私もなかなかここまで努力できたな、最初の頃なんか、そんなことどうでもいいわって、そんなこと考えてる場合かみたいな感じ、もう考えることもできなかった、ね、言ってること分かる？僕は単にあなたの中学生の時の夢であるカウンセラーになりたいっていうことをただ単に叶えようとしてるんじゃないのよ。あなたがね幸せになるためには、虐待を受けていたあなたとして生きていってはいけないんだわ、わかる、はい、生まれ変わらなきゃいけない、カウンセラー深田静香として、もう不幸だった、はい、過去の自分に戻る必要がないじゃない、だよね。でも捨てる必要はないよね、あなたカウンセラーとして生きていけば、はい、あなたの過去を生かすことができる、生かしてあげることができる、っていうことはあなたはカウンセラーとして24時間365日生きていけば、過去の自分も助けることができるよ、そうでしょ。いやあなたが悪かったんじゃないよって、え、だってそうじゃん、あなた片っ端から自分が悪いって思ってきたんでしょ、でも違うっていうことがもう実は分かってるんだよね、でも言ってあげることができないんだよね、過去の自分に、それは同じ人間として言えるわけないじゃん、明るい未来のためにね、自分が未来を作るために、はい、考え方変えるだけじゃなくて、ね、名前も肩書きも全部変えるんよ、はい、それぐらいのことをするというのが、今日のあなたの決意に見合う僕の答えは。そうですか、あなたの決意はね、朝一で聞いた時のあなたの声のトーンからした時に、あの本気でしたねって涙をこらえてて、あのはっきりと先生に自分の意思を伝えたいというのが伝わった、でそれにねなんとか答えなきゃいけないなと思って、まあ、僕の場合は自分であまり考えずに、まあ、自分の神様にこう頼んで、で今さっき降ってで、あのまたこれ YouTube 聞いてる人はこの先生怪しいこと言い出したでって思ってるけど、まあ、ふっと思って、ね、あ静香ちゃんのその決意に応えるための答えってこれだなって僕自分で喋りながら思ってるのは、ね、あなたは自分の未来のためにね、はい、違う自分として生きていく方がいいと思うよ。
私今日ここで生まれ変わりたいと思ってここに来たんです、うん、それは過去の否定にはつながらずに、うん、あなたという過去の自分を助ける唯一の手段やと思う、うん、それ助あの人助けてる場合じゃないからね、うん、今の自分と未来の自分と過去の自分を丸ごと全部助けなきゃいけないのよ、うん、できる範囲で、そしてそれをやることによって初めてめいっ子ちゃんであったりおいっ子ちゃんであったりクライアントさんであったりを助けることができるんであって、わかるよね、はい、うん、もう答えはカウンセラー深田静香として生きる、うん、あなたきっと、はい、あのまだまだカウンセラー深田静香として生きてないんだわ、24時間365日あなたが病院に作業療法士として勤めに行く時もカウンセラー深田静香は作業療法士もしている。いや僕と一緒じゃん、はい、僕というカウンセラーは薬剤師もしているだよね、はい、僕を先生として選んだっていうことは先生の真似もちょっとはしてもいいと思ってるんでしょ、はい、だったら、ね、僕が最もやってることっていうのは、うん、カウンセラーとして生きてるってことね、うん、自分の子供たちに接する時も、うん、もちろん人間だから未熟だからついつい忘れてしまって失敗するよ、だけどすぐに修正する努力をしてる、うん、それを全力でもう何を一生懸命してるかって言ったら日々僕がカウンセラーとして生きるということを一生懸命してる、はい、うん、もうそれはね、まあ、プロ意識というものを超えてる、もうこれが自分に対する最大の優しさなんだと思ってる、うん、だから自分がカウンセラーであるということを、まあ、ついついその娘とか、ね、娘たちと話したりするとき、うん、LINE とかもしたりするときについ忘れがちになるなっていう自分の傾向ということを分析して、うん、まあそこはもう今でも失敗してるんやけど、はい、とにかくその絶対に、うん、もうそこに関してはね、僕でもね0点か100点しかないと思ってんね、うん、ああもう今日も0点やったっていうね、うんうん、ここまでできたっていうそういうそのなんていうかな、うん、自分に冷たい評価はしないようにしてんね、うん、今日も0点、うん、絶対明日こそ100点、うん、ね、それの繰り返しで、はい、うん、昨日も僕は0点だったよ、うん、僕は自分に優しいから、はい、中途半端に100点なんかあげないんよ、うん、もしかしたら死ぬまで100点を自分がもらえることはないかもしれないけど、うんうんうん、やっぱり自分に対する優しさに妥協はしたくないよね、はい、分かった、はい、ありがとうございました、うん、分かりましたね、はい、うん、答えは、はい、ね、あなたの熱意に応える答えは、はい、カウンセラー深田静香として24時間365日生きる、1秒も何があっても忘れない努力をする、その日々の積み重ね、0点か100点、はい、そしてあなたの先生は未だに0点、うん、そして今日ももうすでに0点、だけど明日100点取るために今も頑張ってる、うん、これが事実です。はい、以上です。ありがとうございました。